クズリューダム、クズリューダムは、福井県大野市、一級河川、クズリュー川、水系クズリュー川に建設されたダム。かつては、長野ダムといった。高さ128メートルのロックフィルダムで、洪水調節、発電を目的とする、国土交通省、電源開発、J パワー共同管理の多目的ダム、現用工作物である。ダム湖、人造湖の名は、クズリュー湖という、 く流川は、福井県と岐阜県との境、油坂峠に橋を発し、大野盆地、勝山盆地を経て、福井平野を形成し、日本海へと注ぐ河川である。流域は、降水量が多く、冬は豪雪であり、河川流量も、豊富にある。しかし、く流川上流部における開発は長らく実現を、見ずにいた。 当地が僻地であるという地理的要因から開発のための資材を搬入する手段が見つからなかったのである。1957年、昭和32年、北陸電力、電源開発の2社は競合する形で開発計画発表した。前社はアリミネダム開発を、後社はミボロダム開発を一通り終えた後、次の開発地点としてクズリ側に着目していた。 両社とも、大野国泉村、現、大野市に大規模な発電用ダムを建設し、それを中心に、周辺へと開発の手を広めるというものであった。ただし、細部については以下に示す通り、大きく異なっていた。その後、両社共同による調査が始められたが、計画を一本化するにあたっての調整は難航していた。こうした動きは、福井県政にも波及し、 福井県議会は地元企業である北陸電力を支持す一方地元泉村議会は電源開発案の方が発電所の出力が大きく電気事業を引いては日本経済により大きく貢献できるとして電源開発を支持し県議会と対立した電力業界はクズリガ開発計画に関する技術委員会を共同で設立し電源開発 北陸電力両社の計画を比較、検討し、一定の見解を示した。さらに、通商産業省、通産省、現、経済産業省は、北陸電力が今後火力発電の比重を高めることに着目し、用水発電を導入するよう付け加えた。そんな中、1959年、昭和34年に、伊勢湾台風が、九ず流川流域にも、 大きな被害をもたらした。建設省、現、国土交通省は、ダムの洪水調節機能による崩流側の治水を測ることを計画し、電力会社の開発に治水の目的を加えた崩流側、総合開発事業としてまとめられた。計画の最終案は、以下の通りである。思考区分については、長野発電所、油城発電所、長野ダム、和ダム、 糸城ダム、ヤンバルダム、その他糸城川渓流の取水石を含むを、電源開発が、最小限大三発電所、伏源ダムを含むを、北陸電力が担当することに決まった。一連の開発に伴い、泉村にあった530個の民家、191ヘクタールの農地、868ヘクタールの森林、81キロメートルの道路が水没することとなった。 1962年、昭和37年、電源開発、北陸電力両社は、ダム建設に伴う水没保証について、ミボロダムにおける事例をもとに検討した。しかし、これを、泉村に提出したところ、ことごとく拒否されてしまった。電源開発は、ミボロダムにおける保証基準が最高だと考えていたが、ミボロダムから現時点までの物価上昇が考え、されていないこと。 三ボ頃ダムよりも標高が低いだけ、土地の利用価値は高いはずであることを拒否の理由に挙げた。さらにダム完成後、上流に取り残される集落について、対策を検討するうつけ加えた。電源開発は現地調査所を一旦閉鎖し、保証が決まるまでは着工しないという構えを取った。この手法は後に、崩流方式と呼ばれ、 同社は、以後の開発をもっぱらこの方式に習って行うようになった。この問題に、福井県が調停に乗り出し、交渉が再開される。同年12月、雪深丸泉村には60名の用地担当者が、居残りで職務についていた。この冬は70年ぶりの降雪で、ブルドーザーも使い物にならないほどの積雪を記録したが、担当者たちは人力によって除雪を行った。 豪雪の際は家に引きこもるのが当然だった村民にとってこの行動は驚くべきものであった。これが開発への理解を得るきっかけとなったという。ダム建設予定地の上流には水没こそ免れるものの交通が断絶する集落がいくつか存在した。この問題については当事者である現地住民全員が移転の意向を示し、それぞれ希望通りに取り計られた。 その後の追跡調査の結果、水没世帯の過半数が、岐阜県、愛知県といった中京県へと移転し、福井県内に留まる例は少なかったことが明らかにな。った。このほか、工業県の収容が行われた。当地は、鉱山が多く、水没地点にも複数の工業県が存在した。工業県を握る交渉は難航し、やむなく強制収容に踏み切った。 また、水面下では、政治的な介入も行われ、小玉義夫の命を受けた読売新聞の渡辺、常夫が中曽根康弘らと共に、保証交渉を円滑に進めるための資金工作を行っていた。だが、この工作は、失敗に終わり、資金は全額、小玉義夫から返還されたという。この経緯は、鉱山経営を手掛ける日本参道の社長だった小型克幸が、 権力の陰謀を崩流事件をめぐる黒い霧、現代史出版会に綴っている。長野ダムの入札をめぐっては、第一航区で最高額で大札した鹿島建設が、落札、他の4社が最低落札価格を超えていないとして、失格になった。池田隼人首相への政治献金を約束した鹿島建設と電源開発、政府が一体となって仕組んだ汚職だとの疑惑が広がり、 衆議院決算委員会で田中章時代西蘭が追及した。だが、池田首相の秘書官だった中林康夫と決算委員会で証言した元朝日新聞記者、言論時代社主官の倉地武雄が不自然な死を遂げ、事件はうやむやになった。この経緯は石川達造が金管職として小説化しており、大英によって映画にもなった。保証交渉は1964年。 昭和39年までに打結を見たことで、1965年、昭和40年より、本格的な建設工事に着手した。長野ダムの形式は、傾斜土質社水壁型ロックフィルダムである。以前に、電源開発が手掛けた、見ぼろダム、小川と同様の形式であるが、やがて中央土質社水壁型ロックフィルダムが主流となり、現在では、少ない形式である。 重力式あるいはアーチ式、重力式アーチのコンクリートダムとしての建設も計画されたが、地盤が軟弱であったことから不採用となっている。施行にはアメリカ合衆国から輸入した30トンダンプカーが活躍した。ダムを構成する岩石、ロック材を得るために用した葉っぱ量は200トンに達し、 葉っぱの際は1キロメートル離れた見張り所において、当時の基準で、震度5から6程度の揺れをもたらしたという。工事は着々と進み、1968年、昭和43年に完成した。当時の電源開発総裁、藤波治は、先の見ボロダムと比較し、見ボロを会所に例えれば、く流竜は行所であると振り返った。現在、流ダムと呼ばれているダムは、 計画当初から長野ダムという名称が用いられていた。これはダム建設地点の地名から取ったものであったが、完成直前の1968年、昭和43年5月、長野県のダムと混同されるとの地元の要望を受け、河川名を取って現在のく流ダムに改称した。同様の事例は草木ダムや早地根ダムなど各地で見られる。また、 JR 小芝北線の終着駅、九ず湖駅も当初計画では越前朝日駅という名称であったが、1972年、昭和47年の開業に合わせて、九ず湖の名を取って駅名とした。現在、九ずダムは河川法第17条に基づく、県用工作物として、国土交通省近畿地方整備局と電源開発とが共同で管理している。 ダム及び発電所の管理は、電源開発の担当するところであり、この方式は1979年、昭和54年、石川県白山市、手っ取り川水系手っ取り川に完成した、手っ取り川ダムにおいて踏襲されている。屑流ダムは満水から深さ4メートル、3、300万立方メートルを洪水調節容量として確保しており、 伊勢湾台風相当の流入量1500リッター、片メートル毎秒の大洪水があっても、5分の1以下の270リッター片メートル毎秒を下流に放流するのみで対処できるという。崩流ダムは、下流の崩流川名か多いや支流、真名川の真名川ダムと合わせて管理され、福井平野の治水に貢献している。完成後も、著作ダムの建設や崩壊した斜面の緑化など、 ダムの機能維持及びダム周辺の環境整備事業が行われている。発電事業の中核はダム直下にある長野発電所である。地下に2台の水車発電機が設置され、合計最大22万キロワットの電力を発生する。福井県内では最大規模の水力発電所であり、北陸電力の営業区域内に存在する唯一の揚水発電所でもある。 北陸電力のほか中部電力とも電力の取引が行われている。かつては電源開発と北陸電力とが共同で最大出力210万キロワット、長野発電所の10倍もの大規模、溶水発電所として高倉発電所の建設を計画しており、発生した電力を中部電力、関西電力とも取引する予定であった。しかし、電力需要の伸び悩みを受け、 2001年、平成13年に中止されている。北陸自動車道、福インターチェンジから国道158号を東へ、九ず川上流の大野市方面へと進む。並行する JR 小し北線の終着駅、九ずり湖駅を過ぎて間もなく和紙ダムを通過し、九ずダムに至る。ダム左岸には、九ずダム管理支所や、売店がある。ダム頂上は歩道になっており、 自由に見学できる。2008年、平成20年には、森と湖に親しむ循環に合わせて、7月26日27日に、森と湖に親しむつどい2008くずり子うこ、真名姫子サマーフェスタが開催される。これを記念して、くずりダム、真な川ダムでは特別仕様のダムカードが配布される。くずりダムの完成によって誕生した、くずりは、 面積890ヘクタールと、日本全国有数の広さを持つ。春は、万本桜、秋は、紅葉が美しい。湖に架けられた箱が瀬橋、福井県道230号、大谷秋尾の線は、瀬戸大橋の施策として建設された吊り橋で、愛称を、夢の架け橋という。上流には、大佐対策として建設された著作ダムがあり、そのダム湖の名は、 町の湖という、泉村の小学生の投票によって決まったもので、く流り川上流の清流が町の水と呼ばれていることに由来する。周辺には、キャンプ場や散策路などが整備されている。国道158号は、く流り湖を過ぎると、油坂峠を経由して、岐阜県郡上市に至る。福井県と岐阜県とを結ぶ重要な路線であり、将来は高速道路として、 中部縦貫自動車道の建設が計画されている。油坂峠道路はその一部であるが現在は無料で通行できる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。